小倉はじめは、日本の政治家。世界連邦東京都渋谷区連合会会長。東京都選挙管理委員会委員長、東京都渋谷区長、東京都議会議員、渋谷区議会議員を務めた。鹿児島県鹿児島市生まれ。国学院高等学校、国学院大学生経学部卒業後、岡崎英城衆議院議員の秘書を務める。1959年。 渋谷区議会議員選挙に出馬し、初当選。区議は2期務める。1973年、東京都議会議員選挙に渋谷区選挙区から出馬し、当選。東京都議会議員を5期20年の長きにわたり、務め、1988年には、乱受報奨受賞。東京都議会自民党幹事長や、東京都議会議長を歴任した。1992年、 都議を5期目の任期途中で辞職し、第16回参議院議員通常選挙に自由、民主党三塚派から、東京都選挙区に立候補し、時点で落選した。この時、東京都選挙区に中曽根派が擁立した現職の小野、清子は当選している。1995年、統一地方選挙で、渋谷区長選挙に出馬し初当選。1九9九年自民党、民主党、 公明党、自由党推薦で再選。2003年も当初、参戦出馬に積極的であったが、息子が覚醒剤所持法違反で逮捕されたため引退。2005年から2011年まで東京都選挙管理委員会委員長を務めた。2008年、高橋氏姿政アドバイザー。2015年11月19日に前立腺がんのため死去。 84歳坊津、のぶ14位、ありがとうございます。